女優の広瀬すずが主演を務め、キング&プリンスの永瀬廉が共演するドラマ、夕暮れに、手をつなぐ、TBS 系、毎週火曜22時、が今夜17日にスタート。広瀬と永瀬が本格的な青春ラブストーリーに挑む。本作は、九州の片田舎で育った野生的でチャーミングな浅木空豆、広瀬、と都会で育った平凡な雲の音、永瀬、が互いに夢を追い、励まし合い、時には喧嘩をしながらも笑い合って過ごした23歳の二人の、愛おしい時間、を描いた青春ラブストーリー。北川恵理子が、オレンジデイズ、以来19年ぶりに、完全オリジナル脚本で、青春ラブストーリー、を手掛ける。第1話あらすじ、空豆は、九州の片田舎でのびのび育った野生児のような女の子。その野生児っぷりに、猿、や、イノシシ、と呼ばれることも。空豆は、幼馴染の婚約者を追って上京した先で、音楽家を目指す青年、音と運命的で衝撃的な出会いを果たす。それっきり、もう一生会うことはないと思っていた二人だったが、ドラマ、夕暮れに、手をつなぐ、は、TBS 系にて毎週火曜22時放送。